風でいいとか上がらないっていうのがね、あの堤防なんかで横風ひどいとか。あ、もういきなり違うこれそこも、まあ、ゆっくりゆっくりカメラ持ってきたら早速佐藤君がやっぱりジモティが真っ先に釣るんだ。佐藤君ルアー何？いきなり来ました。すごいすごい。ナッツ 45g 赤金です。開始5分で開始5分ですね。ボトムからボトムから5巻、5巻、はい、スピードどれくらい？だいたい1回転に、はい、1秒に1回転ぐらい。ああ、普通のステディリトリーブのスピードで、はいはい、特に何もしないで、しっかりこう泳ぐから、はい、ガツン重さ乗ってからグッと。うわいいな、さすがに一番最初に釣ったやつにコーヒーおごるって言ったらいきなりおごらなくちゃいけなくなっちゃった僕。すいません、ジモティで。いや、いいね、コーヒーぐらい安いもんだよ。はい、とりあえずおめでとう。はい、ありがとうございます。穏やかになったね。重そうな引きをしてますよ。まあそう大したサイズじゃないけど、ね、小ヒラメ。かわいいヒラメ。よしよし。おい。佐藤君こっち降りておいで。はい。人じゃない。ジムティ来ました。あれもこれもよく釣るな。俺が見習った時も乗らない。かわいいサイズだ。かわいいサイズだ。かわいいけど取ったぞ。取ったぞ。俺が救ったぞ。そこから巻くだけでゴン。巻いてくださるのって気持ちいいよね。ねえ。なんかね、なんだろうね。引いてくる、あのね、なんて言うんだろう。カウンターみたいな。写真ながら当たってゴンっていうのも楽しいけど、巻いててゴンも楽しい。今度なんかえらいパタパタ暴れてる。おお。今度またまた暴れてる。おお。とか見たスタッフが急に頑張り出した。ああ、こいつはアモルっぽいな。ヌンヌンしてるぞ。ヌン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 。サイズじゃないけど、医者に止められてるサイズよりは小さい。5キロ以上釣っちゃダメって言われてる。うわ、そんなに小さくないんじゃね。5キロもないだろ。竿が柔らかいから。おあ、でもこれは案外いけてるんだろうな。いや、走り方がだけど、そんな
なにヒラメかワンダッシュだからヒラメかもしれない。ああ、うん、佐藤君、はい、しんどいから代わってくれる本当ですか。目かけたら満足なんだ。本当にですか。嘘よもう本気にしちゃったなんか冗談が分かりにくいんだよね最近よし、ようやくちょっと勘弁した。あーやばいな、俺は今日レオンさんの腰使い切るな。うん、使い切るね。みんな見てがりて、レオンさん腰最近充電式なんでしょ。おー、ちょっと腰の充電スカラカになっちゃうともう今日使えませんからね。旧式だからね俺充電してもすぐなくなるんだよこれ残り何パーセントって出るぐらいにしとかないとちょっとまずいっすね。リボ上がったね。いやいい引きだ。でっかいでっかい。いやいやいや。岩国のアベレージより下だよ。まあでもね、よその土地来てスリムロングでこういうの作れれば、ね、ちゃんと医者の言いつけ守ってるでしょ俺。5キロ以内。5キロ。いやーでもいいファイトでしたね。はい。こいつね。じゃあ写真をよろしくね。はい。また僕が休憩しとるとかって。カクさん今度からカメラマン専門になったらどうでしょうか。ねえ。何かな。いやいや、おおおお。ナットスリムの65のさっきからこの何でしたっけ、緑金かな、うん。そうそう緑金がやっけになんか青物っぽくない。な青物っぽくない。ね、青物っぽい気がします。うん。結構ね、だから今回は斜め引きだったんですよ。かなりここ流れるのが早かったんで、早かったね、さっきまでの手が使えないんで、うん、結構遠投して斜め引きにしたらドンってきたんで、まあヒラメの食い方、さっきまでのヒラメのパターンとちょっと違う食い方なんでね、やっぱ若干違う可能性はある。青物っぽい感じです。ガリンピエロってちょうどいいくらいのサイズだなこれは。オフショアだと。さてと、そろそろ。さあ、そろそろ下降りて。マダイ、デカマダイ。はい、はい、おお。よっしゃ。やった。デカ。やった。わあ、デキ。これは見てくれ皆さん。これは。
早く撮影してあげると疲れるだ地球さんが。でーかー。おーおーし、よし。中途半端じゃねっつところがいいっすね。5キロほどの体ですからね。重たいですからね。あそこまででかいタイプ初めてだな。俺最高だな、最高記録だね。これキクネイル負担のボードね。うん、市民ホールが多分すごい効いてるんだと思う。市民ホールで効くんだったらこれあれだな、八王に使えるな。使えますね。なくなるのが怖いですよね。まあそうね。今小野浜すごい太刀を釣れてるんですよ。お、怖くて使えなかったです。入ってるんだけど、来たじゃない、やってきましたよ。なんかね、今日はちょっと苦しんでましたけどね。え、今日はちょっと活性低いけど、あれでしたね、あの佐藤君が言ってた例のあのスロージギング風の、うん、アクションでワンピッチジャークでふわって加えた後にフォールで落としたら、シミフォールに食ってきたね、ナッツの。おや、なんだこれ。うん、来た。うん、下降りて、はい、おおおお、ここまで来て頑張ってきてるな。よっしょよっしょ。もうちょっと出す前に。いや大丈夫。いいサイズのヒラメ。うわあ、うう。やったね。やりました。うるさい。おー、いや素晴らしい。やった。いやー、いいの来た、いいの来た。やっぱり地球さん、はい、俺が休憩しないとダメなんだ。地球さん、俺が休憩してる時にさっきが消えるんですよ、きっと。そうで、さっきからね、そうそうそう、さっきからさっきから消えてる、うん、おー、いいサイズ。やっぱグリキンだ。よし、いいじゃない。それは重い。よしよしよし、それは重たいわ。どうでしょう、これせっかくだから尻尾から。いや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 、おお、おお、いい感じ。いやいや、どこへかかってんだ。そうなんですよ、多分だから上に来たやつが、あー、貫通貫通して、うん、中から外へ出てまたちっかわへ塗ってる、すごい。うわあ、よかった。さっきよりはだけどだいぶおとなしいな。負けるもんね。巻きで食った。巻きです。お、なんだ、なんだ、あ、めっちゃいいもん釣れた。地球さん、地球さん最後に来て何やるんだよ。すげえ。何それ、マゾイ、マゾイ、あ、マゾイだ、マゾイだ。あ、レイトがこれだ、レイトはこれです。そうそうそう、あ、片口だし、マゾイ、マゾイ釣りました。出ました、いいのが、いいの、それうまそうやな。マゾイはうまいよ。ベイトはこんなサイズ。こんなサイズです、ベイト。片口だし。
はい、皆さんお疲れさんです。お疲れ様です。どうもどうも。佐藤君、ガイドありがとうございました。はい。うん、おかげさまで、すごくいい釣りができてね、ご覧の皆さんも楽しんでいただけるんじゃないかと。ということでね、ほら、釣りに夢中だったじゃない、僕たち。はい、まあ、そうですね。ほとんど説明してないんだよね、動画の中で編集してみてたら。で、見てる皆さんにね、やっぱり竿のこととか、リールであるとか、あと、何より多分、ナッツジグの使い方、メソッドみたいなものも、動画だけでは説明不足でこう見れない、わからないという方もね、多分いらっしゃると思うので、まあ、今日は、2人に、その辺をちょっと語っていただこうということでね、くっつける形で、うん。はいはい。今日は、やりましょう。ということで、まずは何たって、この釣りに案内してくれた佐藤君。はい。でかいで、魚が。でかいですね。でかいで。まあ、特にヒラメってさ、あんまりボートから釣るっていうイメージないじゃない、おそらく、うん。そうですね。全国的に考えると多分あんまりないですね。うん、たまに聞くけどね、ヒラメよく釣らしてくれる船あるよとかね。うん。でも、ほとんど地球さんも聞いたことないですよ、具体的に。うんですね。ねえ。だから案外この釣りってさ、福島、いわき沖合だけじゃなくて、やっぱヒラメの多い海域だったら多分成立する可能性あるんだよね、みたいなことやると。うん、そうですね。だよね。うん。うん、まあまあ、そんなことでね、ヒラメを中心に、俺ちょっと原稿に書いちゃったけど、タイやヒラメの眉踊りじゃ済まなかったよね。あ、ブリがね。タイやヒラメやブリや、シーラに。ハマチに、シーラに。マゾイ。で、ま、カットしてるやつが多いんだけど、シーラもね、他にもハマチ、もっとちっちゃいやつも釣ってるし、面白かったのは、これぐらいのベラ釣ったよね。そう、ね。あれかが。結局6目釣れたわけなんだけど、まずはね、佐藤くんにちょっと語ってほしいんですけど、はい、単純にジギングじゃないじゃない。そうですね。ある程度こうキャスティングジギングのような、はい、キャストゲームでもあるし、まあシーラなんかがいたら完全に今回ね動画の中でも地球さんが釣ったようにキャストして着地からちょっとなじましたと思ったらそこから、ね、リトリーブでね加わってくるし、はい、うん、その辺のね、いわゆるジギングとはちょっと違うよ、水深も含めてね、こういうエリアでこういう釣りしたらああいう結果が出るんじゃないかみたいなことをちょっと説明してください。まずまあ、水深のベースで考えるのは、うん、ナッツジグでやる場合であったら、水深大体20メートルから30メートル。あ、20から30。うん。深くても30メートルぐらいですかね。うんうんうん。で、釣り方はすごくもう簡単で、潮下から、潮紙にキャストする。下から紙にキャストする。はい。うん、まあ、大体20メートルぐらい投げてるかな。15メートルぐらいかな。まあ、10メートルでも投げていただければ、まあ、それで十分なんですけど。なるほど。うん。そして着底させてあげて、うん。あとはもう本当に簡単で、僕だったらなんですけど、着底してから10巻き。はいはい。1秒間に1回ぐらいの速度で、10巻き、うん。で、そしてまたフリーホールで落としてあげて、で、着底させて、また10巻き、うん。うん。それが足元に来るまでやります。なるほど。僕とか地球さんは九州行ったりいろいろやるときに結構5、60メーター投げたりするよね、地球さん。ああ、フルキャストしますけどね。まあ、あそこはポイントがね、魚礁と魚礁の間の水道みたいなところを流してくれ、リクエストしてたから、それが頭にこう構図が入ってるから多分たくさん投げないんだろうと思うけど。うん、そうですね。まあ、どっちにしても2、30メーターくらいの、まあ、ジギングとしては非常に浅場でやってるってことだよね。そうですね。まあだから、いわゆるそのジギング、そのバーチカルのジギングじゃなくて、うん、まあ、いわゆるキャスティングのジギングというか、うん、キャスト主体のジギング、うん、しゃくってくるんじゃなくて、巻きが主体のジギングだ。なるほど、なるほど。そういうイメージで、うん、やらせてもらってますね。だよね。で、俺たち聞いてるか分かんないけど、すっごい成果出してるよね。そうですね。大きいのだと90センチ以上。何の90センチ？ヒラメです。ヒラメの90ってすごいよね。うん、そうですね。座布団じゃなくて毛布だよね。9キロぐらいまでも出るので。9キロ？すごいな。今回僕にかかんなくてよかったな、9キロ。
医者さんに叱られるぞ、そんなのに。っったということで、まあ、冗談はともかく、ナウツジグでそのキャストを主体とした、ジギングとちょっと違うんだけど、まあ、ジギング的なテクニックも交えた釣りになってる。今回撮った動画の中じゃ、佐藤君独特なリフト&フォールをかませてたよね。投げて巻くだけが、ナッツのキャストゲームの基本ではあるけども、あの、リフト&フォールを途中で何度もやってた、その理由をちょっと説明してください。そのキャストして巻いてくる釣りっていうのは、まあ、横の釣りですね。うんうん。横の釣りに反応がないとき、例えば、その、まあ、定点で、その、追っかけないで、落っこってくるものに対して反応がいいときって、やっぱりどうしてもあるものですから、そのときはやっぱりバーチカルというか、こう、よく見せてあげる。だから、ナッツの特徴として、この葉ホール、まあ、シミホールですね。それを生かしてあげて、うん、それで見せてあげる。うん、なるほど。動画の中でシミフォール、シミフォールって僕たち言ってるのを初めて聞かれた方もいると思うんですけど、そうね、例えば、僕がメバルするときによく使ってるあの SPM っていうバスディさんの、ね、シンキングペンシルがあります。あれ、ポチャンって落としてほっとくと、こう沈んでいくんですよ。こういう、そのロールしながら沈んでいくのをね、シミフォールって言うんです。水平を保ちながらロールして落ちていくのはシミフォール。これを一つ頭に入れといてください。だから、先日のそのロケの時なんかだと、横に反応いい時間もあったんですけど、やっぱり潮止まったりすると、どうしても追っかけないんですよね。なるほど。落ちてくるものに対して目の前に来たから反応してくれるっていう、その時間帯があるので、うん、そういう時はやっぱり、あのナッツのそのシミホールがすごく非常に強くて、多分チキさんも僕もそうなんですけど、まあ爆笑タイムというか、その渋いの中でも、やっぱり魚を引き出せるっていう、その、まあ、パターンというかメソッドっていうか今回の状況って、はい、佐藤君が今までやってたあの船のあの釣りの中ではどちらかといえば活性低い方だったんだよね。じゃあ、うん、どちらかというよりもかなり低い方でした。かなり低かった。はい、それであの超過投げて巻くだけじゃ無理だったわけだよね基本。そうですね、そういう時間もありました。ひたすら投げて巻いてた僕にはだからちょっとサイズのいいブリに近いハマチが釣れちゃったっていうのは、基本そういうことなんだ、うん。そういうことだと思いますね。あれ、ヒラメの活性が高ければ、俺にももっと大きいヒラメ来てた可能性がある。もうそうですね。うん、あの、カキさんは、あの、ドクターに止められるようなサイズ。ってことは、やっぱり渋かったから、どうしても、その、シミフォール、リフト&フォールを使った釣りをしない、展開しないと、はい、あの日はヒラメは出にくかった。で、それを、途中からやった地球さんにドスンと来たよね、でっかい。あれが一番でかかったんじゃないかな、あの日。ヒラメはそうですね。うん。だよね。佐藤君がしょっぱないいきなり開始5分で釣ったヒラメ、でかーっと取ったんだけど、それを勝ったよね、地球さんにね。あれ、シミフォルの成果ってこと、佐藤君。そうにありますね。すごいね。まあ、今回ね、その、発売されたばかりのナッツヘビーを、発売後初めてのロケなんで、地球さん。ああ、そうですね。製品版を3人同時に使った初ロケってことになるの。うん、その中で、ね、この3年ぐらい地球さんとプロと使っていろいろやってる釣りの中じゃ、あまりああいう釣り方しなかったので、あの引き出しがちょっと増えた気がしますよね、地球さんね。そうですね。うん。うん、まあ、意図的にやっぱりバーチカルな使い方は避けてた面はありますからね。せっかく、まあね、うん。キャストで発揮する、力発揮すると思ってたから、うん、そこのところにこだわってたところありますから、うん、まあ、逆にそういうふうなところの、なんて言うんだろう、縛りがなかった分、佐藤君がそういうところに気がついてくれたって感じなんですかね。開いてくれたよね。うん、おそらくね、あの、ナッツのライト、ミドル、で、今回ヘビーが出たわけだけども、すでにライト、ミドルを使ってるお客さんたちは、僕が今まで説明してきたように、やっぱりリトリーブ 90% じゃないかなと思うね、釣り方がね。まあ、そう思ってらっしゃる方は、今回のあの、佐藤くんが実況の中で編み出した、活性が低い時のタイミングには、長く見せてやる。で、フォールで食わせるっていうのもね、非常にあの、参考になるような実況ロケになってますので、ね、何度もちょっと見返してみてください。じゃあ、まあ、佐藤くんからそういう、釣り方について、まあ、ざっと簡単になんですけどね。また今後もロケ重ねるので、その都度、今度は佐藤くんしっかりマイクつけて、どうやってるのか、なぜ今こうやってるのかを
解説しながらの解説釣りってやつをね、はい、これ実は大変なんだよ、すごくね。わかります。頑張ってください。はい、地球さん、今回3人で釣って、もう、はい、でっかいマダイに、でっかいヒラメにと、もう中盤から後半にかけて大暴れしたわけなんだけど、僕今回ね、地球さんに一番聞きたいのは、あの大きい魚を釣った釣り方とかなんとかよりもね、ロケに初めて持ち込んだ、グリッシュサンドのコンベの話をちょっとしてほしい。ああ。疲労感とか、そこら、はい。あとほら、あの、ストローセッティングになってんで、ガイドが。うん。その辺どうでしたか？以前からその、ストローになる前のプロト、モバイル、スリーピースモバイルのタイプから使わせてもらってたんですけれど、あの時でもまあまあいい竿だなっていうのは感じてたんですけれど、うん、まあ、要はなんて言うんだろう。使用感はいい竿だけど普通の竿だったんですよね、言ってみれば。グリッサンドのね。うん。ところからね、はい。はい。で、今回、その、ストローガイドっていうのは、うん、抜けがいいっていうのを知識としては知ってたんですけれど、うん、使ってみてね、ちょっと、うん、そういうレベルじゃなくって、うん、これ違うわって感じたのんですよ、なんか。うんうん、糸が暴れないんですよね、何しても。スピニング使ってるのに、うん、スピニングっぽくない糸の出方をしていくっていうのかな。うわ、いいね。これね、うん、全然違う人、みんなが知らない人にいっぺん投げさせたら、最初にそれを打った。ああ。なんかこれ、ベイト投げてるフィーリングって言ったの。はい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 。そこのベイトっぽさっていうのが、リーダーのノットを通るときの感触にしてもそうなんですよね。うん、まあ、当然スピニングだから、そんなに長くはしたくなくって、一フィロ程度にしてるんですけど、まあ、オフショアだとね、大体。それでも、ノーマルガイドセッティングの時のグリッサンドでやると、何頭かに1回ぐらいは、やっぱちょっとノットが絡んで、ライントラブル的なものっていうのは起きたりしてたんですけれど、今回、あれなんですよ、そのストローガイドセッティングのやつ使ってて、そういうのが起きる気配がない。なるほど。ずっと出るんですよね。まあ、もちろんもうちょっとリーダー長くして、さらにこう後半のガイドまで通した場合どうなるかっていうのまでは試してないんですけれど。ノットは引っかかる。例えば僕、ロングリーダーで組むからね、あえて。ああ、ロングリーダーでやってるんですか、あれを実際に。やってる。もう、例えば4ヒロとかのロングリーダーで。おぉ。出てくるときに大体ゴツ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 って当たるじゃない。はいはいはい、はい。あのガイドちっちゃいのに、しかも15、6個もついてるのに、あんま感じないんだよ、それが。あれはね、もうなんて言うんだろう、もう説明のしようがない。ブランクの調子とかなんとかはあんな魚かけて釣ってみてどうでした？素直って言うんでしょうかね。ブランクのパワーが無駄なく綺麗に入ってきますよね。その、力が、どこかにラインが引っかかってる感じじゃなくて、ラインを、通してそのロッドが素直に綺麗に曲がっていくっていう感覚があるんですよ。ちょっとことにしにくい感じで。なるほど。そっちの経験値がちょっと佐藤君のが多いので、佐藤君、まずはじゃあ、コンベので80クラス釣ったでしょ、90近いようなヒラメを。釣ってます、7キロぐらい。うわ、すげえな、その辺竿としてどんな感じ持った印象？はい、僕が使ってたのは、モバイル3ピースの72コンベなんですけど。なるほど。まあ正直ね、7キロクラスをスピニングで釣るのっていうのはちょっと本当はすごく厳しいんですよね。まあベイトに比べるとリール自体が遠くないので、うん、それを補うのがやっぱロッドだと思うんです。うん、うん、それがね、72だとね、とてもやっぱりリフトパワーが強くて。72の方ね、今度もね。はい、うんうん、ロッドがやっぱ7キロの魚でも全然負けてなかったので。すごいなぁ。うん、かなりリフトさせてもらいました。開けてる場所が魚礁というか根回りとか磯回りなんで、うん、ある程度強引にやらないと切られちゃうんですよ。最初のリフトができるかできないかが大きいよ ね、 ね、はいはい、7キロクラスを分かりました。かりました。まあコンベの話はね、またコンベ来年に多分2月とか3月なの上がってくるのがね、で皆さんの手に渡るのがその頃なので、まあ、またコンベの詳しい話はね、その近くでやりましょう。だいたい今日はこれぐらいにして、佐藤君に、じゃあそこでさらに質問したいのは、はい、コンベ、ガリンペイロで70、80、90近いヒラメやそんな魚釣ってんだけど、はい、P ラインってとリーダーってどういうシステム
で釣ってるの、その大きな魚。僕基本的には 1.5 号ないし 1.2 号が P メインです。リーダーは細くても20ポンド、太くても25ポンド。逆に言うとでも7キロ、9キロの魚をヒラメ実は釣ってるんだけど、はい、1.2 号ってめちゃくちゃ細い気がしちゃうね、僕たちは。太くても1.5なんだ。太くて 1.5 です。ああ、俺なんか佐藤君から90センチのヒラメ釣れましたって言うから俺2号巻いてたもん。ガリペいらないんだ、うん、1.5 号で、ガリンペロでやるときは2ヒロのリーダー入れて、そのクラスの魚をもう何回も釣ってんだけどラインブレイクはしたことないんですよ。ほとんどないです。僕はパワーファイトの最中にブチッっていうのがない。ないです。ないってことは全然 OK ってことじゃん。 1.5 号、はい、リーダーも30いらないんだ。20でいいんだ。いらないですね。20ないし25あれば。25あれば十分。なるほどな。じゃあちょっと地球さんの方にまた話戻るんですけど、コンベの7277で、今回のような釣りをするのに、リールの安定というか、機種はどれぐらいが妥当な感じしました？あとね、まず自分の場合は、その P ラインを何個使うかっていうのが前提にあって、そこの上でさらにリールのバランスって感じですよね。で、コンベとかでやると自分はやっぱり1号から、うん、1号が、基準かな。で、太いと 1.5 号、細いと 0.8 とか 0.6 みたいな感じになるんですね。で、77だとまあ1号か 0.8 号みたいなの使いたいんで、そうするとまあ2500番ぐらいが、ちょうどいいかなと思ってます。なるほど、なるほど。うん、で、72だったら、3000番ぐらいかな、1.2 号、1.5 号あたりをメインで使いたいから、3000番、まあ、C3000 とかって呼ばれるような、まあ、2500ぐらいのリールに近いサイズでもいいと思うんですけれど、まあ、そのあたりがちょうどいいかなというふうに思ってます。まあ、根に潜る魚じゃないので、うん、あと、ラインの巻き量だけだよね。そうですね、はい、前、うん、ラインはたくさん巻きたければ、やっぱり4000ぐらいが使いたいって感じになりますよね。了解です。まあ、ちょっとタックルの話はこれぐらいにして、またその本編でいろいろお魚さん釣ってますので、通常のジギングとはちょっと違うよ。ナットを使った、キャスティングジギングみたいなのが今回よっていうところ、もう一遍話に戻したいと思うんですけど。はい。もう、あれですよね。サイトで見えたやつに向かってもう、パッて投げて、で、うん、高速巻きすれば、もうそれだけで結構ね、いいアクションしてくれるんで、ガーッと触れてくれるんで、もうシーラーが狂ったみたいにこうアタックしてきて、ガツンって食ってくれるって感じなんですけど。中層でも釣ってたよね。中層はね、マダイとかそのあたりとかですね、要は、ボトム、一旦ボトムは取るんですけれど、うん、そこから結構もう連続して巻いちゃって、その中層まで、きっちり探っていくっていう感じでやっていくと、まあ、どこにベイトがあるのかっていうのも分からなかったから、であとは潮はよく効いてた。潮が効いてれば、そこにいる魚でも結構浮いてきますからね、そういったのも期待して、あ、潮は効いたなと思ったら、もうある程度の距離をキャストして、でそこを取ってから、もうひたすら巻いて、中層まで来たかなと思ったところで、楽しますみたいな感じだったんですけど、まあ、上、わりかしもう結構巻いてきたところで食ってきてましたね。20巻きぐらいじゃない。なるほど、なるほど。佐藤君が最初に言ったように、ちょっと投げるか、そこそこ投げるかして、この斜めのトレースコースを作って、それをボトムから中層、ひたすら表層近くまで、ずっと巻き続けることによって、根魚以外の、青物も食ってくるし、マダイなんかは多分、ボトム近くにいたのがずっと追っかけてきて食ってると思うんだよね。ある程度、こう、中層近くまでは、巻いてあげるっていうことすごく重要になるし、その結果が今回の地球さんの大台だと思うし、うん、とにかくね、難しいことないから、ボトムつけて巻けば釣れますよっていう僕なんかだと、まあ、メバルもソイもヒラメも、まあ、ブリも、うんうん、なんだろう、あとはもうアホウボウも、もう数えた、うん、もうなんだろうね、7、8種目ぐらいは多分巻くだけで釣ってるんで、ボトムから巻くだけでね。どう、佐藤君どうだった、スリムロング。うん、僕はあれでしたね、もちろん巻くことに対しても、もちろん強いし、まあ強いですけども、
その、まあ、動画でも多分出てると思うんですけど、動画でも出てるんですけど、そのやっぱりあのワンピッチのリフト&ホールの釣り、これが非常に強くて、ああ、新たなこの、まあ、使い方というか、そのリフト&ホールの、市民ホールの効果が、スイムロングだから良かったのか、いやいや、ノーマルならもっといいよってことがあるかもしれないので、ちょっとね、この辺は、今後ちょっと煮込んでみてください。はい。ね、結構重要なことだと思うのね。僕の感覚では、やっぱり市民フォールがよりしっかり出る、あの、ノーマルの方がいいと思ってるので。ただ、潮が効きすぎてたり、水深があると、実際きついんだよね、地球さんね。そうなんですよ。ノーマルはね、潮に持っていかれるので、そこの差で、やっぱ細い方が、その、潮の速さに適応するから、いいよってこともあるかもしれないので。まあ、その辺は、あの、皆さんも、あの、今後のね、材料ですので、逐次発信していきたいと思います。ナッツヘビーをもうすでに発売してますけど、第2便がね、実は今月半ばぐらいにまた入ってくるんです。もうすでにね、お店の棚からなくなってますけども、すぐ追加でね、お店に並ぶ可能性がありますので、ぜひぜひ今回のね、あの動画を参考にしていただいて、ショアからでも、オフショアでもね、いい釣りを楽しんでください。はい。ということで、お二人お疲れ様でした。皆さんもお疲れ様です。ではまたねー。